はい、カーブをうまく走りたいと、はい、ね、まあ、その思い、はい、形にするためにそう、ギアチェンジとか、はい、トラクションとかね、うん、まあ、一応こういうものができないとというところ、まず入り口のところ必要最低限、ね、やりましたよね、はい、そう、コーナーを気持ちよく曲がるためにはまずシフト操作からということで、ネモケンからシフト操作のコツを教えてもらっていた伊豆谷。今週からはいよいよコーナーの曲がり方のテクニックについてレクチャーです。なぜコーナーでシフト操作が重要になるのか、ためになるテクニックが満載ですよ。カーブってこう入り口があって、はい、真ん中になって出口があって、はい、そうですね、でこのカーブを走っていくのに、はい、走りの組み立てってなんだな。組み立てですか。そう、走りの組み立て、この部分は何をやる、はい、この部分は何をやる、このパートはどうする、このパートはどうするということを全部を組み合わせて走っていく、組み合わせた完成形でカーブが出来上がる。そう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 、まあ、でも基本的なことをやって、はい、その怖いとかその不安とかっていうのもなくて、うん、こう自信を持ってこう自分で一つずつ、お、できたって思えるようなことを繰り返していくうちにだん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 面白くなるということだと思います。面白くなってくる、うんうん、なのでちょっとその走りの組み立てっていうやつをですね、はい、これからやってみましょう。はい、一つずつお願いします、はいはい、というわけでバイクの模型を使ってコーナリングのポイントをレクチャー。コーナーには走りの組み立てが大切とのことですが、まず最初のポイントは一体何でしょう。じゃあここから曲がり始めますねって、これがカーブの入り口です。ほう、ね、ここね、でこれがカーブが終わったとこです。その後まっすぐなっていくんですね。だよね、うん、でこの入り口とこの出口の真ん中に一番不明なゾーンがあるんだよ。そうです、そうだよね、そこだよね。というのをさあどう走っていったらいいんだろう、はい、いうことがまず最初にあるんだけど、うん、一番最初に考えなきゃいけないのがこうカーブに向かって走ってきました、はい、ね、普通皆さんがやっちゃうのは、うん、このカーブが近づいてくると実は曲がり始めてないのにこうなってたよ。直角傾いてもいるし、どんどん内側、だん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 こっち来てる、うんうん、内側に入ってってます ね。でこうなってるから、こうなってるからこっから曲がり始めるとすごいきつくなってこうなるでしょ。ああ、はいはいはい、ね、そうじゃなくて曲がり始める場所はここですよ。全然違いますよ、逆ぐらい、 そのぐらいにしなきゃいけない。ビギナーの多くはコーナーの手前から曲がり始めようと徐々にイン側に入ろうとしますが、これでは逆に曲がりづらいライン取りになってしまいます。コーナーをうまく曲がるためのコツ、それはコーナーの入り口に入るまで曲がるアクションを起こさないこと。コーナーの入り口に入ってから曲がるアクションを起こした方が曲がりやすいライン取りをしやすいのです。それでは曲がった後どのようなアクションをすれば気持ちのいい旋回ができるのでしょう。で、まずそういうそのパートがあって曲がり始めました、はい、で曲がってるこの旋回というんだけど、こう音が、ね、はい、傾いて走ってる、うんうんうん、この旋回中のあれがここまで来てスロットルを絞ったまままず傾いてここまで来ました、はい、ね、でこっからなんとなく出口が見えるまで待ってることが多いんだけど、うんうんうん、そうじゃなくて、アクセルをもうこの辺から開け始めて、開け始めて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 出口に出たらバイクを起こすと。気持ちよく旋回するためにはコーナリング中にアクセルを開けることがポイント。アクセルを開けることで後輪が路面を蹴るトラクションという力が起こり、その結果旋回力が増すのです。しかしコーナリング中に普通にアクセルを開けてしまうと加速しすぎてちょっと危険。安心してアクセルを開けるためにはどうすればいいのでしょう。さあそこでこの前やったことができる、こうなった、開けました、はい、例えば今2000回転です、はい、3000まで行きました、次のギアにチェンジアップション、あ、できたでしょ、あの低い回転だった、はい、そしたらまたそこのトルクだからグリップはするわ、加速はあんまりしないわ、うん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 、
で、ここでもし3000まで行っちゃったら4速まで上げられる、もう1回また上げるって言ったら、そんなにわーっとこう加速はしないけれども、はいはい、あのタイヤがグリップをしている状態がずっと続けられる。そう、コーナリング中アクセルを開けるためにはシフトアップをして回転数を低くしてしまうのです。回転数が低ければアクセルを思い切り開けても急な加速をすることなく気持ちよく旋回ができます。コーナーでは高いギアを使って回転数を低くすることがポイントなんですね。で、カーブに入るため、実はここから手前、ここが実はすごく大事なのね。あれ踏んでました、はい、というわけで、そう、もうカーブがあるんだけど、ここまで、ここまでのパートが全てを決めるから、全てを決める。ここ、そことかじゃないんですか。そう、ここ、そう、ここで全てが決まる。ここがダメだと全部ダメという話をですね、はい、じゃあね、次週行きますからね、はい、はい